先ほど私は青年会議所の使命つまりどのような人材をこの組織が生み出すかについてお話を差し上げましたそして町を具体的により良くする運動を起こすには町のビジョンが必要だとも申し上げましたではこの私が 繰り返し申し上げる運動とは一体何でしょうかその運動にはいくつかの要素があります。まず一つ目あありたき社会の姿があるとということですそして二つ目根拠に基づいた社会課題を解決するということです。この ありたき社会の姿こそが先ほど来申し上げるビジョンですそのビジョンから逆算をして今私たちはどんな運動を起こすべきなのかを初めて考えることができますそして根拠に基づいているということも極めて重要ですなぜか自分の 思い込みでであああるるる可能性ががからですす例えばこの町にこのにんな課題があるとしますしかしその課題は私中島土だけが思っていて「世の中はそれはむしろ課題じゃないよ」とおっしゃるかもしれません。だからこそ社会課題を定義するには根拠こそが大切になってきます。 そして3つ目その根拠を解決する先に数値的な目標を持つことが大切ですだからこそその運動がうまくいったか後で検証をすることができます4つ目パートナーと連携をしているということですご案内のとおり青年会議所は 単年度制の組織です。もしかするとその運動は1年で終わってししまうかもしれない。このような冷徹な現実を見つめた時その運動を共感の輪の中で誰かに渡すことができるもしくは「私がやりたい」と言っていただけるようにあらかじめパートナーと連携をしておくことも大切です。 そして五つ目授業後に広がりがりあるとということです決して一回だけの授業で終わってしまわないようにその授業運動の先にまさに幸せを生み出し続ける装置として広がりを持たせていくことが大切になるでしょうそして六つ目これが「 一番大切です何でしょうかそれは確実に社会がより良くなるということです決して自己満足ではないその運動を通してこの街がより良くなったと誰もが胸を張って言えるそれこそが真の運動なのではないでしょうか 次にある青年会議所での事業の例をご紹介したいと思います。実際に開催をされた事業ですその町には残念ながら過疎地域つまりこのままでは数十年後にその町がなくなってしまうという場所があります。その地域を活性化するために このよううな事業を開催されたそうです予算は50万円そして背景ですが残念ながら過疎が進んでいるためにこのまま進んでしまえばその集落を維持できなくなってしまうということです。事業の目的は多くの市民の皆さんに「こんなに素晴らしい地域があるんだよ」と 感じてもらうことです対象は数十万人いらっしゃる大きな市ですがそのうちから100名動員をしその方たちに手法としては仮想地域をを散策し魅力を再発見いただくそして JC のメンバーが作ったその地域で採れた食材を通じた地産地消の料理を振る舞い 皆さんにやはりこの地域は必要だねと感じていただく授業でした一部改編をしてますがこれがその時のポスターですご家族が楽しそうにハイキングをされている絵が写っています内容は先ほどご説明さし上げた通りです先ほどの 運動の定義に戻りたいと思いますこの六つ先ほどの過疎が進んでいる地域における有効な運動となったのでしょうかあなたはどうお考えになりますでしょうか私はこう思いますもしかするとその事業は 青年会議所じゃなくてもできたのかもしれません皆さんはどうお考えになるでしょうかこのようにですねこういう運動がいいのかと偉そうに言うからにはやはり代替案を皆さんに ご案内差し上げないといけないと思います。私なりに考えてみました。目的は同じです。仮想地域を活性化する事業を起こす。しかし内容が大きく異なります。予算はゼロ円。メンバーもなかなか増えていかない現状を考えたときに予算を圧縮するということも大事なことです。 しかし先ほど申し上げたようにその地域に共感の輪が広がる運動であれば今はご案内のとおりクラウドファンディングのような手法も十分に検討できます背景や目的は同じ対象はかなり違います数十万人いらっしゃる市民の中から100人を選ぶではなく もっとピンポイントでこの人とこんな街を作りたいと話せる私でしたら10人ほどのメンバーを選びますそして手法まず一つ目ワーキングチームを立ち上げますそれは青年会議所メンバーだけではありませんその街に住まう企業の経営者そしてその街に住まう そのの地域の将来を背負う若者また行政の具体的な政策立案担当者の方そしてシンクタンクのような方も入ればなお良いと思います。また効果的な手法を狙うのであれば地域のマスコミの方に入っていただいても良いと思います。 ワーーキングチームをを通じ町のありたき姿についてままず議論をします例えば今「コンパクトネットワークシティ」という考え方があります効率的な町の運営をするために一部の地域に人やインフラを集中させるという考え方ですしかし この考え方ではそういった過疎地域は残念ながらなくなくってししままうう方向に向にかうのかのもしれません。だからこそその町がその地域が今後どうあるべきなのかということをまず議論しなければどのような運動を起こすべきなのかも生まれてきにくいと思います。そそして、て、の議論ををにビジョンを打ち立て ルルールメーカーメカである行政や政や治に対しし提言をしていきます私たちはこんな街であってほしいこんな街にしたいんだと声を強く申し上げるわけですこのように先ほどのウォーキングはもちろん素晴らしい楽しい事業だと思います。しかしか これからの JC は社会課題を解決する JC へより進化していかなければなりません楽しいイベントだけではなく社会をより良くする仕組みを作るそんな青年会議所に一緒にもっともっと進化をしていきたいと願っています続いて 大切な災害支援の運動について考えてみたいと思いますこれは全国の多くの青年会議所が災害が起こった際に直ちに動いてその街のために力を尽くした素晴らしい風景の一枚ですあまりにも尊い運動ですこれは 災害支援を一つのモデルとして図に表してみました私たちは自分の街を愛するがゆえに青年会議所に入会し日々汗を流していますつまり安心して住める街を地域を作りたいわけですそれが土台にありますしかし残念ながらこの災害大国日本ではいつ何時 どのようなことが起こるかわかりません先ほどご覧いただいた直接的な災害支援これは今困っている人を助けるという尊い運動ですしかしもう一つ合わせて防災と減災といった運動を起こす必要があるでしょう この防災減災を運動として考えると私はこのようなことを皆様にご提案をしたいと思います予算はゼロ円です背景は百年に一度と言われるような水害が残念ながら毎年のように起こってしまうということですだからこそこの街を守るために治水を 強化しななければなりません水害に強い町を作るということです。例えば署名を集めるということも一つの方法だと思います。そして橋を作るいろんなインフラを作るとなった時当然にお金がかかります。その大きな資産は ある意味では不採ではすだからこそ将来世代にわたって責任を持てる私たち若者がどのような治水政策が必要なのか議論を深めることも大切でしょう。そして併せてどのような町にしたいかのビジョンも必要になってきます。そそしてそれらの政策を やはりルールメーカーである行政等に提言をし、市民運動を巻き起こしていく。もしかすると、全く新しい手法ではないかもしれませんが、これも大切な運動の一つです。先ほどの図に戻りたいと思います。防災・減災とは一体どのような 種類の運動でしょうかそれは社会の仕組みを作るとということです今困っている人を助けながらも私たちは同時に社会の仕組みを変える社会を具体的に中長期的により良くしていく運動を作らなければなりません。それが できれば間違いなく安心して住み続けられる地域が確立していくでしょう大切なことは運動と活動の使い分けです青年会議所では運動ももちろん大切ですが私たちがより発展成長の機会を得られるような 私たちのための活動も大切です要はこのバランスだと思いますそれでは次に運動の成功事例を一緒に見ていきたいと思いますこちらは一般社団法人松本青年会議所の皆さんが起こした運動です内容は 新州松本空港とそして遥か遠くの宮古島のそれぞれの空港を新しい飛行機でつなげ両地域のさらなる活性化を狙うというものです私はこの運動に出会い大きな衝撃を受けました JC はまだまだやれる そんんな自信をこの事業からいただいたただです内容としてはあこれは松本青年会議所の皆さんからお借りした資料ですが残念ながら信州松本空港は利用者数が最盛期の半分となっていた。そして空港という素晴らしいインフラを残念ながら市民の皆さんが 活用しきれていなかっったという社会課題があったそうですそしてその社会課題を解決するために松本青年会議所の皆さんは市民の皆さんに対し空港の利便性をより知っていただくそして結果的にその空港の利用者数を増やすという運動を起こしました。もちろんこれは 空港のためだけではありませんその素晴らしいインフラを通じこの街を具体的により良くしたいと願っているからです次のページこちらは素晴らしいです松本青年会議所の皆さんはただ単に空港をより皆さんが使えるようにする ということにとどまりませんでした町と町の関係性をより高めていくために中学生の子供たちを選抜し宮古島に実際に飛行機を飛ばして連れて行ったんですこちらがその時のパンフレットですその運動は大きく マスコミにも取り上げられました多くの子どもたちが自分の体験から自分の言葉でこの町には空港がそして宮古島とつなげる飛行機が必要だと語り始めたんです。そして運動はそこにとどまることなくそれぞれの青年会議所をも つなげることになりましたこれは2020年の運動ですがそれ以降もずっと加速度的に発展をしていますこちらはその青年会議所のメンバーの皆さんが宮古島の市役所を訪れた時のことです市長さんに どうか飛行機で町町と街をつなげませんか彼らの言葉を借りれば長野には海がないそして宮古島には山と川がないだからこそそれぞれの良さを互いに補完し合うように飛行機で結ぶことができればお互いの町はもっとよりよくなる。 そのように考えられたそうですそうすると首長さんはぜひこの新規就校を実現してほしいとその場でおっしゃいましたそして運動はさらに広がりを見せました多くのマスコミがそれぞれの町でこの運動を取り上げ市民運動に発展を し続けているんです先ほど私は運動とは何かそれぞれの要素についてご説明を差し上げましたこの授業はこの六つのすべてが込められています私が最も大切だと考える確実に社会がより良くなるそのような JC だからこそできる運動だと思います私たちは街の潮流をつかまなければなりません私の街はこのまま未来に向かって50年後100年後も発展し続けることができるのかそれとも残念ながら のの道を歩んでいるのかこれここそが潮流ですこの潮流をまずつかみ残念ながらこちらの道を歩んでいるとするならば JC がその潮目を変えなければなりません。この青年会議所は70年にもわたり多くの 潮目を具体的に変えてきました JC はここからです私たちなら必ず街をより良くする運動を起こすことができますその運動を起こすためのノウハウをこのプラットフォームから一緒に学んでいきましょう 全国のどこに住んでいても入会歴が何年であってもこのプラットフォームを通じればあなたが町をより良くする運動を起こすことができるようになります。一緒に挑戦しましょう